皆さんこんにちは、作動親父です。ですね、先日アップしました、タスカム DR100M3 の、録音練習、練習録音ですね、練習というだけあって、大土地を踏みまして、スピーカーの再生音量をですね上げすぎまして、システムそのものが歪んでしまいました。電音そのものですね、それを録音しましたんで、とんでもない音をお聞かせして申し訳なかったと思います。で、ブロトモになってくださった内藤牛さんが取り直せというご指示を、コメントでいただきましたんで、取り直します。システムは、まあ、前の通りですね。私はもう PC オーディオオンリーですんで、CD プレイヤーもアナログプレイヤーも一切プレイヤーとするものは持っておりません。PC のみでやっております。で、再生ソフトはずっとバグヘッドを使ってきたんですが、バグヘッドの、改良が、終了いたしまして、新しいやつに切り替わりました。で、しかもそれが昨日新しいのが発表になりましたんで、今日か再発表になりましたんで、バージョン 8.66 というやつをですねダウンロードいたしまして、それで再生したいと思います。音源はもちろんその同じ、ミルト・ジャクソンの演奏するザ・ニアレスニアネスオブユーですね。ごめんなさい、英語の発音は全くできませんので、許してください。今度はですね中音量です。で、 DR100M3 側の録音のボリュームをちょっと前よりも上げております。そんなわけで、私の、音源であるノート PC から のファンノイズが激しく入ると思います。で、今日猛暑で34度まで行くっていうことで、もう24時間ずっとエアコンかけっぱなしで、エアコンのノイズも多少入るかもしれませんが、命の方が大事ですので、ジジイに面して許してください。それでは、ミルト・ジャクソンの演奏で、ものすごく古い演奏ですね、これ。CD でモノラルじゃないかなと思うんですが、聞いてみてください。再生装置は、作動親父お手製のなんちゃって 3way の打装置でダウンでございます。その点もどうぞお許しください。ではお聞きください。Thank you.
はい、終わりました。今度は再生音量が小さすぎたかもしれないですね。もう一回撮り直しかな。どうもありがとうございました。